ペガサスハイドです。西田さんの作品の3分間アドバイスです。この絵のいいと思ったところからお伝えします。うまいです。すごい技術があると思います。この筋肉とか血管とかにプリシラさんのこだわりを感じるし、キャラクターの表情とかもいいと思います。作者が頭に思い描いているものを完璧に見る人に伝えられていると思います。何よりもインパクトがあるよね。これ一回見たら、もう見た人は強烈に脳裏に焼き付くと思います。これをイラスト添削の評価に当てはめるとしたら A クラスだね。もうこれはね、だからこの人の絵の技術という面では俺は何も言うことはないです。ただしセンスっていう部分で見ていった時に、この人の絵は正直言って好き嫌いが大きく分かれると思います。人によってはちょっと見たらギョッとする人もいると思うんだよね、この絵柄は。でこの人は確かに上手いんだけども、この人の世界っていうものをどれだけ受け入れてくれるか。例えばこれを雑誌掲載するとしたらね、どの雑誌にこれを載せるのか、どこが受け入れてくれるのかっていうふうに考えると、俺は正直このままのセンスでは難しいと思います。っていうのがちょっと一般性がなさすぎるというか、まあ、平たく言ったらマニアックなんだよね。個性的であるのはすごくいいことなんだけども、漫画っていうのは多くの人に受け入れてもらう必要があるから、多分イラストレーターっていう仕事もそうだと思うんだけども、ただこだわりっていうものはすごく感じるので、自分で個人誌を作ったりとか、ウェブで作品を発表したり連載したりするのはありだと思います。これだけ強烈な個性を作れるのであれば、共感してくれる人っていうのは必ずいるはずなんでね、これをすごいと言ってこう目が離せなくなる人っていうのは絶対いると思います。こんだけの世界が作れるっていうことは。この人、まあ、イラストレーターとか漫画とかになりたいっていうわけではないようなので、それだったら、まあ、余計に誰にもこびる必要もないし、どこかに受ける必要もないので、ハイドチャンネルに漫画原稿もこの人投稿してきてくれてんのよ。エロだったらありじゃないかなとかと思うんだけどね。ハイドチャンネルに送られてきた原稿は別にそういう風なシーンはなかったんだけども、こういうフェチズムの人って俺いると思うんだよ。女の人がすごいムキムキのマッチョマンだったりとか、男が小さくって女が大きいっていうカップリングって好きな人いるんで、まあ、今は漫画を発表する場所って別に雑誌だけとは限らないから、エロを描くのが抵抗ないんだったら俺エロ漫画描いてウェブで売ってもいいなって思うな。でこんだけの画力があるのに絵が仕事になってないんだったらもったいないって思うかな。だってこの表現力ってすごいじゃん。多分この人にとって絵っていうのは遊び以上のものだと思うんだよね。なんかの形で売ることはできないからって、もう方法は2つだよね。自分の絵柄とか世界観をもうちょっと一般的なものに寄せていくか、このままの絵柄でウェブに売り出すか。実力はすごいある人だと思うので。